桜井雄介です。小学校1年生の剣道を始めて約50年弱剣道を頑張って続けています。剣道教師7段、社会体育指導員、日本体育協会公認剣道指導員の資格を持っています。私自身が中学校の時に出会った剣道部の先生に大きな影響を受けて今の自分があるっていう思いを強く持っていますので、同じように剣道を通じた人間形成の可能性をとことん追求してみたいなという思いを持ったことです。やっぱり一生懸命頑張ることの素晴らしさ、楽しさ、それを剣道を通じて学び取ってほしいなと思います。やっぱり長い人生いろんなことにぶつかって挫折、壁だらけだと思うんですけど、そういうようにぶつかった時にでもへこたれないで、自分のやるべきこと、やりたいことを一生懸命頑張る、それ自体を楽しめるような人間になってほしいなという思いを持っています。技術を引き上げる、試合に勝つことももちろん大事です。でも一番大事なことは剣道を通じて人間力を磨いていくこと、へこたれない心、一生懸命頑張るひたむきな心、大事な仲間大切にして、仲間と一緒にさまざまなことにチャレンジしていく勇気、希望、そういうものを持った人間になってほしい。これを剣道を指導する上での一番の目標にしています。中学3年生卒業を祝う会っていうのを毎年開催するんですけども、小さな小学校の低学年で入ってきた時にあんなにこうふにゃふにゃだった、だらしのなかった子たちが眩しいぐらいに成長して高校に育っていく、その時の姿を見た時、それとお父さんお母さんから一言ずつご挨拶いただくんですけども、そこで感謝の気持ちを伝えいただいた時には、まあ頑張ってきてよかったなっていうふうに毎年心の底から思います。それと小学6年生でも見事なほど低学年に比べると成長します。そういう姿を見るにつけ、ああやっててよかったなというふうに思います。剣道の定義っていうのは、剣道とは剣道の修行を通じた人間形成の道であると全日本剣道連盟で決められています。その定義自体に人間形成、人の成長というものを謳ったスポーツは剣道以外ではないと思っています。スポーツの楽しさもさることながら、人間形成を目標にした武道であるという点だと思います。ハード面では自前の道場があるということです。でこの道場の一番のこだわりは、通常の体育館と違って剣道専用の素材を使っていますので、足、腰等に障害が出ないように作られています。でソフト面に関して言うと、稽古の後のリクレーション等が楽しみっていう目的の、まあ、回もあると思うんですけれども、うちの場合は稽古そのものをみんなと一緒に乗り越えていく、あるいは技術を習得していくこと自体、修行そのものを楽しいと思ってもらえるような指導を心がけています。剣道はサッカーとか野球と違って、運動神経が悪くても地道に頑張れば上手になります。なので運動が苦手っていう子でも怖がらずにぜひ挑戦してほしいなというふうに思います。地道に頑張れば必ず上達します。それから遊ぶ友達ももちろん必要だと思うんですけども、それだけじゃなくて一緒に目標に向かって努力する、頑張る、そういう仲間を作りたい、目標に向かって共に頑張るような時間を過ごしたい、そういう思いを持った子に来てほしいなと思っています。